キリストイエス様、今日の礼拝をありがとうございます。この礼拝に呼んでくださったことをありがとうございます。すべての作られたものとともにあなたを礼拝する、あなたを賛美する、この喜びをありがとうございます。今地球は、世界は、人々は傷んでいます。戦争、紛争は終わらず、コロナも、終わらない、むしろ感染が大きくなっているとニュースでは言っています。そして大雨の災害、今面しているところがあります。主よ、今ほど癒しの祈りが必要とされている時はありません。今ほど平和の祈りを願われている時はありません。私たちは癒しの祈りとして、平和の祈りとして賛美をあなたに捧げます。御座にいます方と子羊よ、私たちの、そして作られたすべてのものとともにある賛美をお受けください。あなたの平和の願いがなりますように。この礼拝の時を感謝し、あなたに委ね、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今回はこの癒しの祈りということを出してね、私たちがもう今本当にしなくちゃいけない癒しの祈り、まあ、癒しの賛美でもありますが、そのことをね話したいと思っています。その前にね、実は昨日の夜、私をはじめこの礼拝に関わる者たちが事務局でもう遅く、最後の人たち帰ったの9時になってたでしょ。私忙しも家に帰ったの9時ぐらいでした。それぐらいまでやっていた夜ですけど、賛美練習もあったし、海さんがね、きっとこんな時はね、教会を写すとね、美しい写真が撮れるんだって言ってね、撮れましたよ撮れましたよって言ってね、昨日ね見せてくれたんですよね。なんか朝急にそれが思い浮かんできて、ちょっと見てください。ちょっと周り明るすぎるんですけど、このあそこに街灯があるわけでも何でもないんですよ。まるで白い鳩が飛び立っている。下の右にある風の教会です。綺麗でしょう。そしてこれを見た時、実は、この1ヶ月たくさんのことを語られてきましたけれども、最後に時間があったら語ろうと思っていたものを、やっぱり最初にもうね、皆さんと共に受け取りたいと思って、先にそのね解き明かしを読みます。もうこの安倍元首相が
銃撃に遭って亡くなったこと、こんな事件が日本で起こったこと、もうそれだけではありません。このアメリカではもう銃撃戦なんて毎日のように起こっているって、やはりこのロシアのウクライナへの侵攻がね、それだけではありませんけれども、すごくネガティブな暗い悲しい、あるいは怒りのね、あの思いをこう発してこう地を覆っているんではないか。だから私たちももうすぐになんか目に見やすい悲しみや怒りやそちらに響き合ってしまいますよね。でもね、そうではないんだって。神様がこんな時こそ私の喜びに響き合いなさいって語られて、前はたくさんあるんですけど、短いの一つ、7月9日っていうのは、この後ね話しますけど、なんか私にとってはちょっと特別な日だったんですが、私の喜びに響き合いなさい、初めの喜び、初めの愛に立ち続けなさい、私の喜びはそこにある、初めの喜びに帰るとき私の喜びがなるって、初めの喜び、初めの愛っていうのは主に出会ってね、あ、主がおられるということを知ったという喜び、誰かこう本当に愛する人、いや恋する人に出会いたいと思っていたら、出会ったらね、もうその恋している人の方から、私の方こそね、あなたをね恋し待ってる、愛してるんだよ、なんて言われたような、あのときめき、その時は人と比べることもなかったし、人の目を気にすることもなかった、もう愛を知った喜び、許された喜び、もういろんな言葉は表現できますけど、とっても嬉しかったですよね。あの喜びをね、あの喜びに立ち続けなさいって、それがね、私の喜びだって。そして私は、神様はこの辺りにね、たくさんね、人はね、この喜び、その喜びはすぐに忘れるのにね、自分にあった悲しいことや辛いことはいつまでも引きずるって言ってね、そんなことも一緒に語られていました。でも言いたいのは、もう喜び、初めの愛に立ち続けなさいって、これはね、たくさんの人に、この地にも及び、戦争やパンデミックを抑え、賛美するものと変えると、そういうメッセージだと思っています。で、この私の喜びに響き合いなさいというこの声は、なんか目に見えない人たちも主の喜びに響き合おうって、最初セミの、ね、セミの写真がありましたけどね、このセミも作られた全てのものもこの主の喜びと響き合おうって言ってるような気がして、ここでね、もう一つ御言葉があります。これもこの先日の賛美練習で語られたのかな。私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。その時、賛美の担当した者がね、鍵はね、キーズとね、複数形になってるから、いろんな鍵があるって、賛美だと思うと言って彼女は言ってましたが、本当に私たちには天国を開ける、天国と天と一つになる鍵が預けられているって。で、この賛美ができた時に、この御言葉を読んでいる時にいつも最初に響いてくるのは、天でもつながれという言葉だったんですね。そこからこの賛美ができたんですけど、なんか今ね、それを思うとね、天でつながれるために、地でまずつなげと言われている気がしてしょうがなかったんですよね。だから地で私たちが賛美すること、祈ること、初めの喜びに立つことは天にとっても、ね、願いなんだって、
そのことによって神様の願いがなる。そしてここから一番最も新しく与えられた解き明かしがあります。地上で心を一つにすることは天のものとも一つとなることである。地で私たちが一つになるとき、ね、それは一つになるというときには天のものとももう一つになる。だから地で私たちが心を合わせ、あるいは声を合わせ、こう一つになるというのはものすごく難しい。しかし私たちは賛美によってできますよね。だからこの初めの喜びを失ってしまって、今目の前の悲しみや痛みに響き合ってしまっても賛美は戻してくれますよね。でなんかこのだから地でこの体の祈り、体の賛美、あれも心を一つにして、あの台風の目を祈った時のようになんか一つになる時には、実は地で私たちだけが祈ってる賛美してると思っているけれども、そうではなくて待ってましたとばかりに天も一つとなって加わってる。それがこの立体賛美の中にね表されている世界です。それでは癒しの祈りの続きです。この御座のそば近く、その周りには四つの生き物がいた。そして昼も夜も絶え間なくこう叫び続けていた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者にして主なる神、昔今し今今しやがて来たるべき方。ちょっと四つの生き物の描写のところを省いてますが、ここにはね、この癒してくださいとか、私の経済の問題を立て直してくださいとか、あの戦争をやめさせてくださいとか、そんな祈りは何一つありませんよね。聖なるかな、聖なるかな。でも私はこれほどの癒しの祈りはないと思っています。御座にいます方にね、聖なるかな、全能者って何でもできる主なる神、昔おられた、今もおられ、やがてこれからもおられる、だから時を超えて永遠なる神ですよね。その方を聖なるかな、聖なるかな、全能者にして主なる神と呼び、昔今し今今しやがて来たるべき方、もう過去のことから含めて未来のことまでも含めて、その永遠の神を褒めたたえるときは、褒めたたえるというだけで私は癒しがなると信じています。だからこれはもう絶え間なく、昼も夜も絶え間なく天の御座近くでは四つの生き物たちは歌っていますが、この四つの生き物たちというのは天と地、作られたすべてのものの癒しを、平和を祈り続けてくれてるんだと思うんですよね。だから私たちもこの賛美と響き合うとき、もういっぱいバージョンができていっぱい歌ってますけれども、このまさに四つの生き物とされて祈っている、癒しを祈っていると思うからです。私は、私たちが地上でこの聖なるかなを賛美するときにはね、もう本当にこう何々してくださいというような自分の感情を込める余地がない、もうただ神を称えるだけの賛美ですけれど、そこにはね、もう感情を超えたこの礼拝の喜び、やっぱり礼の喜びですかね、礼拝の喜びを引き出してしまいます。ということはそこに平和がなり、癒しがなり、いや愛がなり、もう
喜びがなり、こう全ての全てがなっていく。だから賛美はこの御座の前の賛美から始まり、御座の賛美に至ると私は思っています。癒しの祈りの一番かなと思っています。これがね、2000年に与えられたことも、これから私たちに与えられ、今もう2000曲余りになってますが、そんな賛美が与えられたのも神様の喜びが、願いが、あの御座の前の礼拝にある、礼拝のにあるのではないかと思うようになっています。では、次は今度は癒しの光にアレルヤです。これは私が目の手術をした後、3回も手術したんですよ、目だけでも。1回目でそのうちに見えるようになると言われながら、こう光は入ってくるのに、なんか水滴のような泡のようなものが目を覆っていて見えないんですよね。でまだそんな時に癒しのハンカチをもらいました。私はね、ここで癒しのハンカチを祈るところにいますけど、実は自分で使ったこと一回もなかったんですよね。もう何ちゅうことかと思うけど、まあ見えないハンカチが、ね、あるともう信じてましたから。それでもその癒しのハンカチを、その初めての目の奥の手術でしたから、絶対に持っていくはずだったのに、一番最初に用意してたのに忘れていっちゃって、そして、予想外の早い退院で、だからまだ見えなかったんですけど、帰ってきた時にそのハンカチを目に置きました。するとね、パーッと紫色の光が飛び散って、そして私は、癒されてるんだよって言われたように思いました。そして不思議ですけど、この私だけが、私の片方の目だけが癒されたのではなくて、なんか多くの人が共に癒されているというような感触を得ました。今傷んでいる人に、傷んでいる地に、この癒しの光は行ったんだと思ったんですよね。そしてこれからも行くと思いますけど、そしたらすぐではありませんでしたけど、それから 2,3 時間後にさーっと目が見えるようになりました。もう本当にこの癒しの光にハレルヤです、感謝です。では目だけではなくて、病む人に、コロナに、戦争に、災害に、癒しの光を届けたいと思います。でもね、届けよう届けようと歌わなくていいんですよ。もう力を抜いて賛美に委ねる、賛美さんに届いてもらう。そして私たちが賛美するとき、たくさんの目に見えない人も、もう願いは作られたすべてのものですけど、まだそこまでいかなくても、たくさんの目に見えない人も共に賛美してくれます。Yeah.
これはリトリートコンサートで歌われて、その時実は1も2も歌われたんですけど、こんな風にして皆さんと一緒に立体するのは初めてです。でまだ歌えなくてもね、1と2がこう立体されているなと思うだけで、光がなんか何倍にも広がるし、もうここには届かないというところにまで届くと、なんか信じることができるでしょう。私はあ、そうなんだと。で最初実はこの主の癒しの光道よの1の方歌っている時に、この中の方か、あるいは同輩かもしれませんけれども、私のところにはこの光は届かないって、私の知ってるあの人のところには、私の子供には届かないという、なんか痛い叫び声が聞こえました。それで祈っていました。するとね、この光はね、必ず届くよって、あなたが賛美するからだった。あなたが一人でも一人からでも賛美するとき、その必要な人のところにこの賛美は届きます。だからもし自分に届かないと思う人がいたら、いやもうそこは届いてると信じる。だって主が先に十字架にもう死んでおられるんだから、もうそこは受け取る。でも子供さんや知ってる人がとてもこの光が届いてない悲しい状況に見えるとき、その人を思い浮かべて、私はもうあの紫色を見てからね、もう紫色の光がね、こう帯のようになってその人のところに届いてイメージをするようになりました。で自分のこの膝が痛いときもね、光のこうアニメのようにね、光の帯がね、紫の光の膝へ行きますようにって、もう言わないで思うだけで癒される。単純でいいのよななんて思わないでくださいね。主がすでに十字架で、ね、全ての癒しを成しておられるから、ね、命まで捨てておられるからなるんですよ。そして街道でこうして共に礼拝賛美すると、立体賛美となるとき、届かないところはありません。でもあなたが賛美するから、あなたが信じるから、ね、信じてほしいです。それでは私がね、こう7月9日はちょっと特別な日になったという、まあ、その話なんですけど、このまずこの癒しのことについて、この癒し礼拝はこの体でする礼拝だって言ってこう言われてきましたよね。で私自身ずっと一人でしてきましたけれども、決して一人でできるものではなかったんです。こういうことをね、こう思いが来てる、話したいって言ったら、スタッフたちがね、あ、その時の解き明かしにこんなのがありますとか、その頃ブドウの木に書かれていたこんな文章がありますとか、もっと昔の文章だけどぴったりですとか、いろんなものをこの集めてきてくれたりするんですね。でそれを読むと、のなんかこう神様が願っておられることがとってもこうクリアになってきて、それで癒し礼拝をしてきました。もう賛美曲を選ぶのだって、まずこういうのは歌いたいと言いますけれども、もう賛美係の方が選んでくれるんですよね。でそれを見て、もうそれがハマるとそのまま、いやちょっとこれも変えたいって言ったら変えるとか、まあ、そんな感じで私一人の時でもそうでした。でもうピーター先生が体調崩されたり、私の手術とかがあったりして、この癒し礼拝はね、もう
私御子ではなくても良いということを神様はもう言っておられるんだろうと思いました。そして実際スタッフが担当してくれたら、もうそれは素晴らしい癒しが満ちたし、素晴らしいものでした。だから実は一人で担当するのは今年1月から半年ぶりなんですよね、私。でも3月はリトリートがあったし、4月はイースター癒し礼拝だったからピーター先生と担当し、そして6月はペンテコス礼拝をピーター先生と担当したから、まあ、結構ここには立ってるんですけど、癒し礼拝一人としてはもう今日は本当に久しぶりです。しかしそれでも実は10月が癒しの月なんですね。だいたい私はこの1月は黙示録賛美の月とかずっと読んでて、10月が癒しの月なので次は10月にするつもりでした。でところがペンテコステ礼拝が終わった後ぐらいから、この癒しの祈りのリクエストを読むと、何かこの今までとは違う神が迫っておられるような不思議な感覚を覚えるようになりました。もう毎日200通近いメールが届いて、もう目が悪い時は、手術なんかした時は1000通以上たまりましたよ。もうえらい目にあった、ある読むだけで。それでもたとえ目が悪い時でもね、祈りのリクエストだけは呼ぶんです、一番最初に。でだいたい日に20通は来るかな。そして月にすると500通以上来るんですけど、このそれを祈ります。でもあんまり多すぎるし、覚えてられない、祈ったらねもう忘れてしまうということも多いので、絶対忘れない方にお願いしようと思って、それ全部をね礼拝に呼ぶんです。もうお招きするというか、だから病気さんをお招きするようなものですけれども、その人ね全部入ってもらう。そしてこれまでですよ、そうしてきたんですね。だからどんなにたくさんの祈りのリクエストがあっても、手紙やはがきであっても、もう手紙なんかはカバンの中に持ってくるんですけど、この礼拝の中に持ってくるということで、主が癒してくださるのを確信していました。以前はね、こう一人一人に手を置いて祈る、癒しを祈るということをしていましたが、もうとてもじゃない、追っつかないし、そして神様はこんな一人一人に手を置くんではなく、全員を手を置いたと同じくらい、あるいはそれ以上に癒されることができるはずだって。そして与えられたのがこの賛美で全てが完成するということを、アシア街道ができた時に語ってくださっていた。礼拝で全ては完成する、礼拝で癒される、答えが与えられるということでした。そしてもうそれを確信していました。今もしてます。だから礼拝の中で手を置いて祈る以上のことが起こってるというのはもう分かるんですね、ここで見ていて。それなのにですよ、それなのにこのペンテコステ礼拝の終わった頃からですかね、この祈りのリクエストを読んで祈っていると、直接手を置いて祈らせてほしいというの思いがね来る。そしてえって思うけれども、と何か神様がまた新しい足のことを語っておられるのかもしれないと思いました。それでまず3人の人が浮かびました。2人にはね名前出していいって言われて、3人目の人は聞くチャンスがなかったので
聞いてないので、その人は A 子さん、最初はマリコさん、体調を崩しておられるんですね。で、北海道から礼拝に来られるから、そうしょっちゅう会えるわけでもないし、でもなぜか手を置いて祈りたいという思いが来る。2人目はヌーさんこと正恵さんで、本部のスタッフです。で、この人は飛行機に乗るとね、気圧の変化で耳が痛くなって、ちょっと痛くなるんじゃない、めっちゃくちゃ痛くなって、もうその痛みが苦しくて、しかも何日も続くんだと書いてありました。そして、で3人目は A 子さん、この人はこの季節になると体調が良くない、とってもしんどいという、そういう人でした。それで神様が、チャンスをくだされば祈ることができるだろうと思いました。そして、ある土曜賛美練習ですよね、確か6月19日かな、賛美練習の終わった後、ふっとこう、私はあそこに座ってるんですけど、ふっとこっちを見るとマリコさんがやすしさんと話をしてたんですよね。で、もうその後、私はこの音チェックの仕事があったから時間はなかったんですけど、今逃したらこの手を置いて祈ることはできない、やっぱり祈らせてもらおうと思って行きました。ちょっと祈らせてほしいんですけどって言って、本人はびっくりしてはいとか言って、でそこの母子室へ行って祈りました。この私が今回手を置いて祈りたいっていうのは、立って祈る祈りでした。昔はね、立って祈る祈りもしてたんですよね。この癒しよ、道よ、精霊が道よ、そしたら大抵人はパタンと倒れて、そして起き上がったら癒されてるみたい。で、マリコさんの時にはやすしさんが一緒だったから、彼はこの受け取る名人なんですよね。だから一緒に来てもらいました。でも今回下手でしたよ。久しぶりだったから危うく頭打つところだ。私もおそらく10年近くしていない祈りだと思いました。それでマリコさんを祈りました。そしてこの不思議なことが起こったのはその時だったんですね。この主よって癒して、このね、病を癒してほしい、体調悪いのを癒してほしいと言って祈る時に、この主よって呼びますよね。その主よと言った時にバシーンっていう音がして、彼女は倒れて、これをあそこにいたご主人や安志さんも共に聞いてるかどうか確かめてもいないんですけれども、もう私は心底びっくりしました。そして癒しをもう、ね、一応こう全身に、なんか全身に詰まっていたものや悲しみとか痛みがこう流れていったようでした。でもね、同じことは礼拝の中で祈っている時にね、あ、今 あの辺のあの人のこの詰まっているのがね、流れているぞとか、ね、分かるんですよ。だから手を置いたかというわけではなかったんですよね。でも、それが起こりました。そしてこのその時の解き明かしがね、紹介しますね。これでね、もうこの人だけのことではないということが分かると思います。信じなさい、十字架につけられた私を信じなさいっていう言葉が来ました。こう本人はね、もうひっくり返って呆然状態なので言いませんでした。で、2人目のヌーさんの時は、このあと事務局へ戻った時にたまたま出くわしたので、ヌーさんちょっと祈っていいって言って、飛行機でなんか北海道へ帰られることになってたので手を置いて祈りました。もうただ手を置いて祈った1分の祈りです。癒されますようにって。そしたら彼女もこれまでね、
何度も飛行機に乗ってきて痛くなったけれど、今回初めて痛くなかったって喜んでおられました。彼女の解き明かしも本人には言ってませんが、これです。私が癒したのは耳だけではない、恐れを癒したのであると。これ本人だけが分かるか、あるいは師だけが知っておられる内容だと思います。そして3人目は A 子さん。 A 子さんはまだこちらに引っ越してきたばかりでリーダーでもありません。あ、マリコさんは北海道のリーダーですよね。そしてスタッフを祈り、そしてまだ引っ越してきたばかりでリーダーでもない方です。で、この方は残念ながら平和の祈りか何かの時に、私は後ろにいた時に見かけたんですよね。だけど祈らせてと言いに行くこともできなくて、祈りの途中で眺めていただけでした。そして終わったら話しに行こうと思ったら、終わる前に抜けてしまわれたから、結局直接祈ることもできず、遠くから見て祈っただけ。その3人でした。そしてその後ちょっとしばらくしてから4人目が登場しました。で、この4人目が登場してからもう今までないんですよね。4人目がスタッフをしているキエコちゃんです。彼女はね、この右肩と右腕がもう痛くて痛くて、祈りのリクエストにはね、右腕を切り落としたいほどですって書いてあったんですよ。びっくりするでしょ。もうおっとなしい人なんですよ、その人が自分のね右腕を切り落としたいというほどの痛みだ。だからだと思うんですけど、やっぱり祈らせてほしい。そして時間があるときに来てほしいとだけは伝えてもらいました。そしたら来ました。それでケイコちゃん見た途端、私の部屋なんですけど、下は床ですけれどもね、クッションとかね並べてね、立って祈る祈りをしようという思いになりました。でこっち側には除湿機があったり、狭い部屋ですからね、吹っ飛んだら危ないんですよね。でももう5分しか次のミーティングに時間がないっていうから、探しに行くこともできなくて、もう私が受けることにしました。大失敗した。一緒に倒れました。だけどもうかろうじて1ミリの差で除湿機のまで行ったけど、頭。そして彼女の解き明かしは本当に変わっていました。それを何に耐えてきたのか、何に我慢してきたのか、一つ一つ思い起こし、これだった、あれだった、これもある、あれもあると、具体的にその一つ一つを思い起こしなさい。全部それを思い起こした時に右肩の痛みは取れる。今だかつてね、こんな時が来たことがないんです。で、私は知ってるんです。一つ一つどんな痛みがあるか、悩みがあるかなんかね、覚えてもいないしね、口に出せないという人が丸ごと癒されるのをね見てきたんです。私たちの人はそんな癒しの主ですよね。でもこの場合は多分恵子ちゃん我慢したり耐えて見ようとしてなかったからね、ちょっと正面から見なさいよっていう癒しだったのかもしれない、わかります。そして全部それを思い起こしたなんて、こんなのちょっとオーバーで、だからでもこういうことがあったっていうことをね、私に見せることもないし人に見せることもないけど、ノートに書いていったらいいかもしれないと勧めました。これを聞いてね、私の膝が痛いのは、私がいっぱいなんか 何もかも全部ね明らかにしてないからだなんて思わないでくださいね。この主はね、そんなことができない人の痛みをもそのまんま癒してくださる方だからです。でもね、この街道、街道、母室だよ、街道で倒れる祈りをした人、事務局でちょっと手を置いた人、そしてただ見かけただけの人、ただ見かけただけで祈りを送ったって、もう礼拝でもない時ですけど、それと
それでも私は彼女に癒しが行ってると信じてるんですけど、まだもうここにおられるのかもうどうかも分かんない。そして4人目の恵子ちゃん、ね、そのそれぞれのなんかまるで違うパターンで主は癒しておられる。でこれがね、一つ一つ思い出すことは一つ一つ許すことなんだよ、一つ一つ見ることは一つ一つ感謝することなんだよ、ね、こんなに傷つけられた、あの時こんなことがあったって、それをね真正面から思い出す時にはね、その一つ一つは許すこと、思い出すことがですよ、もう許すことであって、一つ一つ思い出すことは見ることは感謝することなんだよって、なんかこの神様の癒しの一つだと思いました。でね、こんな3人、最初3人、そして恵子ちゃん4人でね、あの4人の人はいいよなってね、私は祈ってもらえないのかとかね、そういうので傷んでほしくないんです。なぜならこの礼拝の中におられるというだけで手を置いて祈ったのと同じ癒しが言っているからです。もうそれはね、私の 200% の確信なんです。だからこの痛まないでくださいね、本当に。でも神様はこれをあえて見せられたこと、特にマリコさん、マリコさんには賛美練習だったから翌日の礼拝の後顔を見たんですね。で昨日あんなもう本当に久しぶりの祈りをしてドッタンと言った人だから、心配にもなってどうですかって聞いたらね、もう抱きついてこられてね、もうとっても具合がいいんですって言って喜んでおられました。神様ね、触れてくださったんでしょう。でまあ、ついでですが、彼女を祈る前というのはね、スタッフがねタッチケアってこうもう触るか触らないぐらいでこう体をこうずっとマッサージするんですね。もう私は愛のマッサージかと思ってもしてたんですよね。だからあんなバシッという音がしたのかなとか考えたんですけど、いやそれだけではなかったような気がします。そして祈った方の私ですが、あのバシッという時に私も癒されました。手術を3回目の手術が4月だったんですけどね、その後からもうあまりの仕事の忙しさであまり夜も眠れなかったし、そんなのが続いていたのが癒されてしまいました。そして何よりもね、このもう癒し礼拝はもうするとしても10月、もう私がしなくても良いと思っていた思いまで一緒に癒されてしまったような気がしました。やっぱりね、やっぱりドキドキしなくちゃって思いました。でこの7月をすることにあたってはね、私は礼拝の中でね祈ってたんですよね。やっぱりそういう祈りのリクエストに対しての何か違う思いが神様から、今までとはね違う思いが神様から来てると思ったからですけど、主よってあなたが私にね癒し礼拝をさせたいと願われるなら、分かりやすい方法でその月を、何月かの月を教えてくださいって祈っていました。そんな祈ってたことも忘れたのに、その後さっきのこの良くなりましたというマリコさんがね、話の途中で私誕生日9月なんですってね言ったんですよ。分かりやすい方法で教えてくださいって言ってたの9月かと思ったんですよね。で、じゃあ9月の癒し礼拝私が担当しますって言ってね、口走った。えらいこと言ったなと思ったけど、もっとびっくりしたのは、7月もどうかって聞こえたの、その時。それで、この7月、ここに立っています。だから、
もうこの安礼拝は神様の熱い願いと目に見えない人たちのもうその協力でやってます。それではここからは、賛美をします。新しい賛美やこれまでの賛美もありますが、この今からする世の初めからほふられた神の子羊を褒めたたえよ、これももう癒してくださいや、この何々してくださいという言葉は一言もない。創造の時にほふられていた神の子羊を褒めたたえよという、もうこの信仰でしか賛美できない賛美です。でももうただわからなくても歌っているだけでこのここから癒しは来ます。昨日賛美練習の時に担当していた Q さんがね、この賛美の響きの中、私は自分が許されてこの地に生まれ生きてる、なんか許された存在として今生きてるということが分かりましたとかって言ってました。なんかもう本当に深い深いところに届く癒しの祈りだと思います。聖なるかながもう一番の癒しの祈りとしたら、このこれは究極の癒しの祈りではないかと私は思っています。そしてこの賛美はもう今日はしませんが、すべての癒し曲とともに賛美、立体賛美するととっても響きます。では世の初めからほふられた神の子羊を褒めたたえよ。難しそうで言いながら、でもなんか深く深く染みる声ですよね。やっぱり一体世の初めからほふられた神の子羊ってどこに書いてあるんだっていう声が聞こえたから言っておきます。私は今朝新共同訳をもらいました。地上に住むもので、黙示録13章8節です。地上に住むもので、天地創造の時からほふられた子羊の命の書にその名が記されていない者たちは皆点点点点。このここはねちょっとややこしいから、世の初めからほふられていたっていうと知性では追っつかないんですよね。世の初めからだって2000年前にキリストはね、十字架で死なれたでしょ。でも万物創造の時、その一番最初に葬られていたって言ったら想像がつかないけど、神のこの霊の世界ではもう私はもうこれが真実だと思う。これを
ピーター先生がこう解き明かしてくださった時に、あ、本当にそうだって、これだって、何か私にとってももう本当に大事な御言葉の一つになると、その時ね、感動したのを思い出します。ほふられた子羊の、ああ、こう世の初めからほふられた子羊のってなって、天地創造の時から、こうその点ね、点はもうあのこのこう後ろにつなげようと思って、ちょっとあれだからですけど、こう実際もともとのギリシャ語を読んでも、そして特に英語なんかはもうそこ完璧にこの ラム スレイン from the foundation of the world とこうなってて、あのどうしても理性、知性の方が追っつかないから、こんなあの口語訳のようにねなったけれども、この天地創造の時からほふられていた方がおられた。で、私はそれが現実に地上に表されたのが2000年前の十字架だと思っています。でもということはね、もう私たちは作られる前から、作られない先から、あらかじめの癒しがあったということでしょ。病になる前、作られる前だから、病にもなる前から実はほふられてこの癒しは待っていた。もう神様のこの最初の最初の願いがここにあったと、取れる。で、私たちはそれを信じ、あの、しています、賛美しています。で、こんな賛美が与えられたのはやはり、はい、こういうこの捉え方をしてね、やい神様が言っておられるんだと思います。で、これは1と2があって、この両方の響き、今、まあ、大体聞きましたよね。でも今から2を歌う、ね、2を歌います。もうあんまり多すぎる人はもう聞いててください。はい、1と2です。もう立体さん、あ、そうだった。もう立体賛美難しいから賛美体がするので、うん、聞いていてくださいと。これが私が言うあの癒しの極みの、癒しの祈りの極みだというのだから、もうこれを聞いてね、あの自分の痛むところ、ね、弱っているところ、家族の、あるいはお友達の、職場の人の、この地の世界の、もうそのところにこの響きが届くように聞いてください。Thank you.
キリストイエス様、世の初めからほふられた神の子羊を褒めたたえるとき、あなたの限りない深い癒しが、愛が、許しが、ここにこの地に満ちていきました。急にお腹が痛くなって苦しい人に、足がつる人に、耳が痛い人に、目がかすむ人に癒しが行きました。心の中に抱えているものを思い切って私に出しなさいと主が言ってくださっているのを感じました。主よ、抱える苦しみ、我慢する痛み、悲しみはとても大きいものです。あなたしか、あなたの愛しか癒すことはできない。そのためにあなたは世の初めからほふられてくださった。神の願いが迫ります。どうかこの癒しがすべての作られたものに及びますように、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。もうこの世の初めからの賛美は癒しの祈りでしたね。もうその響きを私声にしただけっていう感じ。神は本当に癒したいんですよね。許しを、平和を願っておられるのを感じます。癒されよのアレルヤという賛美があります。もう癒し礼拝では最も新しい賛美を紹介すると言ってたんですが、もうあんまりありすぎてどれも最も新しくて、もう今回はこれにしました。癒し礼拝はね、一人でやるものではないということをね、私がもう本当に知ってるんですけどね、この2021年8月の癒し礼拝のことを特に私はこう年表の中でも書いてると思うんですが、この特別だったんです。この賛美隊の一人一人の声が違ったし、ハープの声も違った。ハープはナミちゃんが弾いてますけどね、その時はナオミちゃんも弾いてたんですよ、もちろん。でもハープさんが自ら音を奏でてるというような音が違っていた。もうこの、そしてなんかたまたまなんかメールしてもらったから返事だとは思うんですけど、ユキちゃんの声もね違っていたよって言ってね、本当になんか声重なってるんですよね。で普通声が重なるとこの、まあ、重厚になりますよね。ところがより透明に、ね、なっていた。そしてもうどの人の声にもこうなんか見えない人の声が重なっていて、もう一曲立体賛美しないで立体賛美だったんですよね、私の耳には。で私自身の声も声というだけではなくてね、この語る内容も思いも含めてね、なんか声が入ってくるんですよね。だからもうそれを語ればよかった。 で私の語りたいことが足りなかったり抜けてたりすると、なんか教えてくれるみたいな、そんなぐらいの礼拝だったんですよね。それで本当に体で作り上げていく礼拝ってこれかとあの時は思いました。そのやり取りの、ゆきちゃんとのやり取りの中で、私はゆきちゃんが何を書いてくれたのかはもう残ってないんですけれども、それを見て聞こえてきたのが癒されよのハレルヤでした。よっぽどこの
癒されてほしいという神様の願いがね、伝わってくるメールだったんだと思います。で、癒されよ癒されよ癒されよ、私の愛に癒されよと歌います。もうこんなシンプルな歌です。で、この癒されよという言葉はね、昨日、賛美練習の時にまなえちゃんが、私は長く教会行っていろんな教会も行ってきたけれど、癒されよと聞いたことがないってね、一言言ったんですよね。それを聞いて、そうだっけって、私はもう白い鳩のすぐ後から聞いていたような気がする。きっとピーター先生が語っておられたんだと思うんですね。そして一人の雷病人の話がありますよね。お心でしたら癒していただけるのですがって言ったら、新海定訳では、私の心だ、あ、癒していただける、清めていただけるんですがだったんだ。癒して言わない、いや、言ったのかな、ちょっと待ってください。ありますよね。あ、もう一つ前、いや、お心でしたら癒していただけるような気がしましたけど、そしたら私の心だ、清くなれって。で、賛美になると公約はそうしてあげよう、清くなれですが、賛美になると私の心だ、癒されようになってるんですよね。で、私はだから、主は癒されよとずっと言っておられると思っていたのに、改めてびっくりしました。Qさんが聖書を調べてくれたんですけどね、治れっていうのはあったんですって。なんかちょっと特別な聖書に、でも癒されよの言葉そのものはなかった。私たち子羊の群れはみんな癒されよってあんまりいつも聞いてるから必ずあると思うのに、ね、なかったんですよね。で、この癒されよの賛美をします。もうこれもイエス様が癒されよって、癒されてほしいんだって、ね、私の心だ、癒されよ、でも一人一人に語っておられると思って聞いてください。そして私の愛に、だから神様の愛に響き合えばいいんですよね。それが癒されるということです。はい、私の愛に。
なんか嬉しい癒しでしたね。なんかもう癒しがなったというか、あの最初の癒されようのあたりのところですかね、あのさっき言ってたお腹がね急にここで痛くなった人、あもしかしたら同輩見ておられる方かもしれない、あ癒されたと思ったんですよね。その次右の方癒されたと思った、ケイコちゃんなのか、まあ、同じように肩が痛い方なのか、そして胸に何か急な痛みがこううっとくる人、癒されたと思ったんですよね。それだけではありません、もう代表です。この癒されよと、もうなんか響きにこうぽぽよーんと自分もこう使ってるような気分で、それだけでなんか癒しがねいきますよね。神様が癒したいからです。それでね、あの手を置く話もしましたけどね、手を置くから癒されるんではないんですよ。主が十字架で命を捨てておられるから、そこでね癒しがなってるから、みんなにも癒しがなるんですよね。はい、次はイザヤ53章を賛美します。なんかこれも主の十字架のことを語っていますが、大きな癒しの祈りだと思っています。いろんな神様はこの癒しの方法を教えてくださっていますよね。もう直接もちろん主に向かって祈る、あるいはこの御言葉から癒しを受け取る、あるいは賛美する、でその賛美するのもね、2人3人で響き合う時もあるし、あるいは1人で CD を流しながらそこで自分も賛美をして響き合ってみる、響き合うっていうのは癒しなんですよね。やってみる、でそれも難しかったら声で読むだけでも良い。 で私はこの間も喋ったような気がしますけど、谷崎静子さんがね創世記の、賛美をねしながらね、神様あのね、神様あのねって、こんなこった辛いことや苦しいことあるんですって言おうと思うのにね、神様あのねで笑い出してしまってね、結局その問題解決しましたって。だからこの言ったこととは関わりないんですけど、このとにかくこうその何かの賛美にもう自分の思いをねぶつけてみてもいいんです。全然響き合わないところからあれって響き合うところがあるなと分かってきたらもうね癒しですよね。で今日はイザヤ53章1節から5節ですが、朗読と賛美とまたその両方というのをしてみます。でまたこれも癒しの祈りだと思って受け取ってください。いきましょう。座った方が近いのでちょっと失礼します。いいですか、はい、あ間違えた。誰が我らの聞いたことを信じ得たか、主の腕は誰に現れたか。彼は主の前に若木のように乾いた土から出る根のように育った。
彼には我らの見るべき姿がなく、威厳もなく、我らの慕うべき美しさもない。悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我らも彼を尊ばなかった。まことに彼は我らの病を負い、我らの悲しみを担った。しかるに我らは思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。彼は我らの咎のために傷つけられ、我らの不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしみを受けて我らに平安を与え、彼は自ら懲らしみを受けて我らに平安を与え、その打たれた傷によって我らは癒されたのだ。彼は自ら懲らしみを受けて我らに平安を与え、その打たれた傷によって我らは癒されたのだ。しかし
た傷によって我らは癒されたのだ。キリストイエス様、あなたの十字架の愛が迫ります。あなたは見るべき姿がないほどに、慕うべき美しさもないほどに侮られて人に捨てられ、悲しみの人となられた。神に叩かれ苦しめられた。私たちの咎のために傷つけられ、私たちの不義のために砕かれた。懲らしめを受けないで一番良い方が懲らしめを受け、我らに平安を与え、その打たれた傷によって私たちを、作られたすべてのものを癒してくださった。あなたの十字架は完成し、癒しはなったのです。私たちが今度はそれを信じ、あなたの十字架の賛美をします。あなたを讃えます。どうかあなたの十字架の癒しが、十字架の願いが全てのものになりますように。いや、イザヤ53章はいいですね。どこからでも入れるでしょ。そしてこの朗読と合わせても、なんかこのイザヤに語られている神様の願いが迫ってきますよね。ああ、私はもう十字架で癒されてるんだって、これからは十字架を褒めたたよと語られているように今日は響きました。実はこの安倍元首相が殺害されるまで、もちろんそのことを知らないし予期していたわけではありませんが、血潮の勝利という言葉がずっと来ていました。血潮の賛美も聞こえてきました。で、あんな辛いことに、悲しいことになりましたが、血潮の祈りによって安倍さんもまた悲しむ血も、私たちももう血もですよね、悲しむ血も痛む血も癒され、共に平和のために働く、そうされているのだと信じています。やっぱり血潮の賛美しましょう。Thank you.
この血潮は勝利しているっていう賛美も、何者も何事も恐れることはないっていう、今のこれもなんかここで賛美されるとやけに静かですよね。本当に静かで穏やかで、もう勝利してしまった、その事実を喜び褒めたたえているという感じで、それ血潮だ血潮だ、それいけあれいけというのと、もう全然違った賛美ですよね。もう血潮は注がれ、そして勝利している。で、一つだけさっきのマリコさんの解き明かしでもあったんですけど、十字架につけられた私を信じなさいという歌詞があるんですね。で、十字架を信じなさいだけでもよいし、私を信じなさいだけでもいいのに、あえて十字架につけられた私を信じなさい。この主は十字架につけられ死ぬために、だからあなたに生きてもらうために、あなたを癒し、あなたに本当に生きてほしいから、十字架につけられて死ぬために生まれてこられた神です。だから十字架につけられた私、十字架につくことなしには救いも許しも癒しもないということを知っておられたんですよね。このこういう賛美を歌うと、主が十字架にかかられるまでの道のりの、いかにこの死と向かい合っておられたかというのがもう迫ってくるんですよね。でもそれがあったから、もうそれを私たちはもう喜び感謝する。キリストは十字架の上で勝利した。もうこれも本当に癒しの祈りですよね。癒されていますということです。立体賛美、はい、それでは、次からは今のの立体賛美が始まりますので、この自分の癒しの祈りを、もう超個人的なものでいいですので、もう主に祈ってください。
十字架の上で勝利した、永遠に勝利した、アレルヤ。血潮は勝利している、癒しはなっている。十字架につけられた私を信じなさい。十字架は勝利している、勝利している。血潮の勝利の宣言を賛美の上に重ねるとき、この賛美を与えてくださった神の願いがなるのだと思いました。何者も何事ももう恐れることはない、キリストは十字架の上で勝利しておられるから。主の癒しの祈りはどこまでも深く、どこまでも確かです。信じなさいと言われる主に応えたい。信じるところから十字架の勝利が見えるからです。そして信じるところから十字架の勝利がなるから、すでになっている勝利が表されてくるからです。主よ、ありがとうございます。頭痛がする人に、目が痛い人に、先ほどはぼやける人でしたが、目が痛い人に、耳が痛い人に、そして胃が痛い人に、腰が痛い人に、膝が痛い人に、足首が痛い人に、がんに癒しが行きました。それぞれ一つ一つが十字架の血潮によって癒され、賛美するものとなりました。これは信じたいとか信じ込もうとすることではなく、真実の真実です。十字架はすでに勝利している。主よ、ありがとうございます。もうこの賛美の中でほとんど全ての癒しを成してくださいました。残っているのは、一番最初に祈らずにはおれなかった人、私のところに光は来ない、あの子に光は言ってるんだろうかと傷んでおられる人です。光は届いている、お前が賛美するから、祈るから、信じるから。そして母を助けてくださいと叫ばれた方がいましたが、お前の母は癒しの中にあると、不思議な言葉が来ました。そして
別な方かもしれませんが、お腹の痛いのがやはり残っているのか、あります。それは腹に物を、怒りや悲しみを溜めているからです。出せない時は賛美に向かって、自分が溜めているものはどれだけかもわからないけど、もうみんなあなたに差し出しますとか言ってみてください。あるいは書いてみてください。誰にも言わずに、誰にも見せなくていいです。主とあなたと二人きりの中で自分の正直な思いを出してください。その時癒しはなるでしょう。主よ、たくさんの癒しを全部言えませんでしたが、してくださったことを信じ感謝します。さらに、さらにこの癒しが多くの人になりますように。アーメン。ではやっぱりやめられないので歌います。歌えよ歌えと、さあ歌おう、セミと歌おうよの立体賛美です。これはたまたま剛くんがセミと歌おうよっていうのを歌っていて、なんかレポートを書いて、白い鳩の第2巻にもこのなんかセミの歌らしいものが載っていて、これはどんな風に歌われるんだろうなって、立体賛美かなとか、どんなメロディーでしょうね、ねと書いてあったねを読んだ時にふわっと聞こえてきたのがこれです。ではもう行きましょう。歌えの歌う、共に歌う、命の歌を、いよ命の光を、さあいよ命の光を、聞け主の声、さあ主の栄光、さあ与えよ主の栄光。
今年はなんかセミが鳴かないな、異常気象のせいかなとか思って、これでもうセミたちと共に、あるいは作られた全てのものと共に、この異常気象のために、この地のためにね、祈ろうと思ってやりだしたら、もういきなりセミが鳴き始めて、今朝など私ドアを開けたらセミの声でこうわっという感じで、わセミちゃんっていう感じでした。でこれはあの古いというか、もう白い鳩第2巻ですから、ずいぶん前の賛美にセミと歌おうとがあって、あの、まあ、セミたちがねこんなして歌ってる、あのいろいろこう応答歌になっていましたけど、セミの鳴き声でもあるんですね。そしたら本当はあのシャラシャラシャラリーなんかもね、ここ入ると綺麗ですけれど、また次回にします。それでは神様に感謝の献金を捧げたいと思います。神様の愛に、たくさんの癒しに、許しに、喜びに感謝して、最後に、世の初めからほふられた神の子羊にアレルヤを歌います。世の初めから、Thank you.
世の初めからほふられた神の子羊に栄光が永遠までありますように。父なる神の愛が、御子キリストイエス様の愛が、御霊の愛が全地になりますように。平和がなりますように、癒しがなりますように、神の喜びが満ちますように祈ります。アーメン。